八幡の戦いは、南北朝時代の関能の上乱の余波として、発生した、合戦の一つ。昭平七年、文永年うるう二月から五月にかけて、山城国京都から、男山八幡において、五村上天皇ら南朝方の軍勢と、足利義明らら来た朝方の軍勢との間で、行われた合戦である。関納の上乱により、北朝は足利高氏派と、 足利忠義派に分裂した。忠義派による、孔諸名を、孔子大兄弟の暴殺後も対立は止まらず、昭平六年、観能二年忠義は、自派の武将を伴って、京都を脱出し、北陸、信濃を経て、鎌倉に入った。高氏は、忠義討伐を優先し、南朝とは僕して、五村上天皇から足利忠義、足利忠富裕霊を得た。高氏は、 弱子、足利義明を京都に残し、東海道を闘神した。高氏の南朝へ降伏したことにより、北朝の須高天皇は廃され、年号も北朝の観能二年が廃されて、南朝の昭平六年に統一された。昭平七年、文奈元年二月、鎌倉で足利忠義が急死。北朝方の混乱を見た北畠近房は昌平一党を破棄。 高氏の聖意大将軍を解任し、東西で高応して、京都と鎌倉の同時奪還を企てた。うるう2月20日、京都の南朝方くすの木正則、北畑明義は、足利高氏不在の隙をつき、急遽阿義を破り足利義明へ攻撃を開始した。不意をつかれた北朝方は、苦戦に陥り、七条大宮の戦いで、細川頼春が戦死し、足利義明は、 近江に逃れた。南朝方は南北朝分裂以降初めて京都を脱回した。北朝の黄金上皇、孔明上皇、都皇上皇、自家人神王は南朝方にに囚われ、金瀬へ移された。小村上天皇は安宮岡明星から河内国東城摂津国住吉、さらに山城国男山八万へ移した。なお同じ時期、関東でも、 新田義貞の維持、新田義雄、新田義宗らが征夷大将軍に任じられた宗永親王と共に挙兵し、一時的に京都、鎌倉の双方が南朝方の支配下となった。大見へ逃れた義明は各地の守護の力を結集し、勢力回復を図った。佐々木同様、細川剣氏、時よ安らに加え、足利忠義派だった柴高津らも、 吉明の味方となった。勢力を盛り返した北朝方は3月15日に京都を奪還。続いて、五村上天皇の仮御所のある男山八幡を包囲した。北朝方は守りの固い男山八幡に対し包囲し、兵糧攻めを行った。包囲戦は約2ヶ月に及び、上に苦しむ南朝方から熊野湯川総除等。 北朝方へ願返る武将も現れた。小村上天皇は5月11日に側近と共に、包囲を脱出し、男山八幡は陥落した。この時、小村上天皇を守るために、四条高助、一条内、次、ぐ、主芸の意みのるまさ落行が戦死している。この戦いにより、将兵一党は破棄された。一時は、南朝方が、京都、鎌倉の両方を占領した。 足利高氏は関東で南朝方との戦いに追われており、上方の危機に対応できなかったが、足利義明は有力死後の助力を得て、京都を奪還することができた。しかし、北朝の三条高と皇太子は画名星にとらわれており、また、北朝の三種の神義までもが南朝に接収されたため、足利幕府の法的根拠を失ってしまう状況になった。 北朝方は8月17日に仁義なしで強引に、御黄厳天皇を即位させたが、先に高氏が南朝に降伏したこともあり、北朝の権威を傷つけることとなった。南朝勢、五村上天皇、北畠夫房、楠木正則、北畠明義、千草兼業、四条高助北朝勢、足利勢、足利,勢足利,勢足利義明、佐々木同様、時折安。 細川健士、細川よりはる、細川よりゆき、細川雷優、柴田勝根、ね、三名市ぎ、赤松光則。ありがとうございます。